ジャン・クリストフロマン・ロラン前回の続きからですね思い出してくれるねこれからお前が立派な音楽家になり偉い芸術家になって一家の光栄芸術の光栄 祖国の高齢となった時、お前が有名になった時、その時になって思い出してくれるだろうね。お前を最初に見出し、お前の将来を予言したのは、この年取ったおじいさんだったということをね。その日以来クリストフはもう作曲家になったのだったから、作曲に取り掛かった。 まだ字を書くことさえよくできないうちから家計簿の紙をちぎり取ってはいろいろな音符を一生懸命書き散らしたけれども自分がどんなことを考えているかそれを知るためにそしてそれをはっきり書き表すためにあまり骨折っていたのでついには何か考えてみようとするだけで。 もう何も考えなくなってしまったそれでも彼はやはり学区を組み立てようと力んでいたそして音楽の天分が豊かだったのでまだ何の意味も持たないものではあったけれどともかくも学区をこしらえ上げることができたすると彼は喜び勇んで それを祖父のところへ持っって行った。祖父は嬉し涙を流し彼はもう年を取っていたので涙もろかったそして素晴らしいものだと言ってくれたそんなふうに彼はすっかり甘やかされてダメになるところだったしかし幸いなことに 彼は生まれつき賢い性質だったのである一人の男の良い影響を受けて救われたその男というのは他の人に影響を与えるなどとは自分でも思っていなかったし誰が見ても平凡な人間だったそれはクリストフの母親ルイザの兄だった 彼はルイザと同じように小柄で痩せていて貧弱で少し猫背だった年のほどはよくわからなかった四十を越しているはずはなかったが見たところでは五十以上に思われたシワのよった小さな顔は赤みがかって 人の良さそうな青い目が色の冷めかけた瑠璃草のような色合いだった隙間風が嫌いでどこででも寒そうに帽子をかぶっていたがその帽子を脱ぐと円錐形の赤い小さなハゲ頭が現れたクリストフと弟たちはそれを面白がった。 髪の毛はどうしたのと聞いてみたり父親メルキオクの露骨な冗談におだてられてハゲを叩くぞと脅したりしていつもそのことで彼をからかって飽きなかったするとおは真っ先に笑い出しされるままになって少しも怒らなかった彼はちっぽけな行商人だった 香料、紙類、砂糖菓子、半ンケチ、えりまき、履物、缶詰、缶詰、暦、小歌臭、薬類などいろんなものの入っている大きな凝りを背負って村から村へと渡り歩いていた家の人たちは何度も雑貨屋や小間物屋などの小さな店を買ってやって。 そこに落ち着くように進めたことがあったしかし彼は腰を据えることができなかった夜中に起き上がって戸の下に鍵を置きゴリを担いで出て行ってしまうのだったそしていくつきも姿を見せなかったそれからまた戻ってきた 夕方誰かが戸にさわる音がするそして戸が少し開いてぎょうぎよく帽子をとった小さなハゲ頭が人のいい目つきとおずおずした微笑とともに現れるのだったみなさんこんばんは」と彼は言った「入る前によく靴を拭き みんなに一人一人年の順に挨拶をしそれから部屋の一番松田に行って座ったそこで彼はパイプに火をつけ背をかがめていつものひどい悪じゃれが済むのを静かに待つのであったクリストフの祖父と父は彼をあざけり軽蔑していた そのちっぽけな男がおかしく思われたし行商人という卑しい身分に自尊心を傷つけられるのだった彼らはそのことをあからさまに見せつけたが彼は気づかない様子で彼らに深い敬意を示していたそのため二人の気持ちはいくらか和らいだ 人から尊敬されるとそれに感じやすい老人の方はことにそうだった二人はルイザがそばで顔を真っ赤にするほどひどい冗談を浴びせかけてそれで満足したルイザはクラフト家の人たちの優れていることを文句なしにいつも認めていたから夫と舅が間違っているなどとは 夢にも思っっていなかったしかし彼女は兄を優しく愛していたし兄も口には出さないが彼女を大切にしていた彼らは二人きりで他に身寄りのものもなかった二人とも生活のためにひどく苦労してやつれ果てていた 人知れず忍んできた同じような苦しみとお互いの哀れみの気持ちとか悲しい優しみを持って二人を結びつけていた生きるように楽しく生きるように頑固に出来上がっている丈夫な創造しい荒っぽいクラフト家の人たちの間にあっていわば人生の外側か端っこに 打ち捨ててられてるこの弱い善良な2人は今までお互いに一言も口には出さなかったが互いに理解し合い憐れみ合っていったクリストフは子供によく見られる思いやりのない軽率さで父や祖父の真似をしてこの小さい行商人をバカにしていた。 お菓子か玩具かなんかのように彼を面白がったり悪ふざけをしてからかったりしたそれをおじは落ち着き払って我慢していたでもクリストフは知らず知らずに彼を好いているのだった第一に思うままになるおとなしい玩具として彼が好きだった それからまたいつも間違いのあるいいものと歌詞とか絵とか珍しい玩具などを持ってきてくれるから好きだったこの小さい男が戻ってくると思いがけなく何かもらえるので子供たちは嬉しがった彼は貧乏だったけれどどうにか工面して一人一人に土産物を持ってきてくれた また彼は家の人たちの祝い日を一度も忘れることがなかった誰かの祝い日になるときっとやってきて心を込めて選んだかわいい贈り物をポケットから取り出した誰もお礼を言うのを忘れるほどそれに慣れきっていた彼の方では贈り物をすることがうれしくて それだけでもう満足しているらしかったけれどクリストフはいつも夜よく眠れないで夜の間に昼間の出来事を思い返してみる癖があってそんな時におじは大変親切な人だと考えその哀れな人に対する感謝の気持ちがこみ上げてくるのだったしかし昼になると また彼をバカにすることばかり考えて感謝の様子などは少しも見せなかったその上クリストフはまだ小さかったので善良であるということの価値が十分に分からなかった子どもの頭には善良とバカとは大体同じ意味の言葉と思われるものである 父のゴッドフリートはその生きた証拠のようだったアルバンクリストフの父が夕食を食べに町に出かけた時ゴッドフリートは下の広間に一人残っていたがルイザが二人の子供を寝かしている間に外に出て行き少し先の貸しに行って座ったクリストフは他にすることもなかったので 後からついいてった。「そしていつものとおり子犬のようにじゃれついていじめたあげくとうとう息を切らしておじの足元の草の上に寝転んだ腹ばいになって芝生に顔をうずめた息切れが止まるとまた何か悪口を言ってやろうと考えた。 そして悪口が見つかったのでやはり顔を地べたにうずめたまま笑い転げながら大声でそれを言ってやったけれど何の返事もなかったそれでびっくりして顔を上げもう一度そのおかしな冗談を言ってやろうとしたするとゴットフリードの顔が目の前にあった その顔は金色のもやの中に沈んでゆく夕日の残りの光に照らされていたクリストフの言葉は喉元に仕えたゴットフリートは目を半ば閉じ口を少し開けてぼんやり微笑んでいたその悩ましげな顔には 何とも言えぬ誠実さが見えていたクリストフは頬杖をついて彼を見守り始めたもう夜になりかかっていたゴットフリートの顔は少しずつ消えていった辺りはひっそりとしていたゴットフリートの顔に浮かんでいる神秘的な感じに クリストフも引き込まれていった地面は影に覆われており空は明るかった星がきらめき出していた川のさざ波が岸にひたひた音を立てていったクリストフは気がボーっとしてきた目にも見ないで 草の小さな茎を噛み切っていたコオロギが一匹そばで鳴いていた彼は眠りかけているような気持ちだったと突然暗い中でゴットフリートが歌い出した。